それでは SCP 極秘ファイル続きやっていきたいと思います。前回 SCP 財団に新入社員として入ってきたカール君、新人研修を受けて謎のね現象を見せられ、これから、ね、本格的に仕事というところでしょうかね。では早速やってまいりましょうか。机に座ってんのか今。暗い中で、はい、起動中。このシステムはちゃんとね、席を離れるたびにシャットダウンしなければならないか。うん。で、まあ、やることはこの赤いね、マークのついてるところをやればいいと。なので、また同僚のチャットを見ましょう。はい。チャックは分からず多いに仕事が行ってて了解です。うん。ゲントに仕事を。ああ。これで、ついに私にも仕事が来るか？室は後に行って。はい、ボス。なあ、チャック。と雑談始めたぞ、こいつら。どうしてまた俺が外回りなんだ？ああ、ゲント君は。外回り？サイト74で問題が発生し、他部門が反応、応援に向かっている。だから我々がフィールドワークを担当せねばならない。やっぱり救護室に解明しておくべきだったな。文句を言うな、ゲント。カール、気分はどうだ？ああ、私の気分ですか？あ、仕事も任せてください。だいぶ良くなりました。まあ、気分を聞かれているので、良くなりましたと答えておこう。よろしい。さあ。ではこれが君の最初の任務だ、カール。資料をチェックし、要求に従って分類せよ。決して気を抜かず完了させるのだ。任せてください、ボス。やりますよ。初仕事。着実にね、やってみせますとも。忠告だ、MIT の坊主。なんだい、ゲント。一つ一つ、必ずプロトコルに従って作業しろ。調子に乗って勝手な真似をするな。あ、ありがとうございます。言われなくても分かってますよ。どうしよう。ここはあえて、で、ちょっと喧嘩押しで。いや、ここは、でも、まだね。新人なんて、一個仕事を終えてあたりでちょっと言い返していくスタイルでいきましょうか。私の最初の任務を思い出すね。なんだってなんて書いてある？ダブダブ？で、よし、仕事に取りかかれ。わ、ば、いば、これは何かそういうスラング？はい、仕事に取りかかれと言われてるが、あ、これで、ファイルのところに行けばいいのかな？えい。おーと、なんだ？今日のミッション、調査レポートのデータ情報を右側のファイルシステムに入力します。タスクの仕組み、はい。赤い下線付きのテキストをタップします。クリックすると、データドラッグ用語が有効になり、右側のファイル領域にドラッグします。ファイル領域の左ボタンをクリックして、データを開放すると、データが自動的にアップロードされます。ファイル領域に全てのデータを入力したら、送信をクリックしてタスク完了。ほう。つまり、SCP-701 ファイル、ブラックボックス事件録音。これを再生して、何か確認すればいいのか？えい。お、波形。私は自己調査部門のエージェント Q です。ポニーステーションに収容執行が発生し、財団との連絡が途絶えました。うん。エージェント、ベラ・ローレンスはポニーステーションに入り、ブラックボックスを回収するよう命じられました。以下、ベラ・ローレンスの尋問記録です。尋問している。次のデータ。ここでまた記録。映像、まあ実際には音声ですが、プレイヤーには映像として見られる。ブラックボックスをなんか、あ、これがその名の通りただの黒い箱、中がわからないという意味ではなく、マジモンのブラックボックス。まあきっと中身もわからないんでしょうが。おっと、医者。心拍数105、血圧が、うん、ケアが針痙攣、5ミリ注射して血圧コントロール施設がございます。うん、なんか血圧が結構やばげだが、どうなった？今そもそも、いや、誰だ？ベラ。ベラという人が治療を受けてる。う、ここは病院。上の回っているやつは薬が効いたようだな。聞きたいことがあるなら早く彼女に聞きなさい。彼女はそう長くは耐えられない。ああ、ベラ、彼女とはベラか。この今、スズメ、ブラック、ん？ブラックボックスはどこだ？スズメとは。ベラのコードネームか。ベラは、うん、3日前にミッションを受け、ポニーステーションに調査に行って、ブラックボックスを持ち出してきたはずだ。ベラがブラックボックスを持ち出したことが確認されている。でも、行方がわからない。ということか。何？私。私。さあ、ここから、記憶が曖昧だ。ブラックボックス、私はブラックボックスを持って帰ってきた。いや、ないんだよ。持ち帰ってないんだよ。そんなはずは。
ミッションは達成したず。私、いきなり謎の状況が発生している。そして視界が歪む。ブラックボックスは一体どこへ。緊張しなくていいんだ、尋問ではない、リラックスして、エージェント Q。 でもこれはなんか体と融合してないか、ブラックボックス大丈夫か。あ、この人は、あ、大丈夫、ちゃんと人型メガネかけてるっぽいが顔はよく見えない。ベラ、こんな時間にお邪魔して本当にすまないな。ブラックボックスの意味は分かってるよね。ポニーステーションで一体何があったのか知る必要があるんだ。まだ記憶が混乱してるんです。大丈夫、ゆっくりでいいんだ。なんで意識を失ってたのかも分からない。この任務を受けた後のことまだ覚えているか。覚えているんか。分かりました、ちょっと思い出してみます。さっきのあの夜、うん、ブラックボックス持ってエレベーターに乗ってた。現在ミッション地点のサイト74ポニーステーションに向かっています。あと3分ほど到着。ハゲタカ、もう48時間以上ポニーステーションと連絡が取れていない。あそこでは SCP-701 実験が行われている。収容違反因子でどう人のこちら。私のミッションは何ですか。財団安全規則第7条第19条は、事故発生時に原因を確認できるよう、各サイトにはセーフティーエリアにブラックボックスを設置することになっている、うん、君のミッションはステーションの状況を調査してブラックボックスを持ち帰ってくることだ。わかりました。まあブラックボックスはなんかそういう記録装置という意味でいいかな、okay. 飛行機とかと同じの。あれはレコーダーですが。で、ここに、お、始まるか、動ける、動けますね。後ろに車があるね。自分の車、うん、シフトをしまったようにすると、はい、走りますとね。ここに研究所がある、うん、ミッション地点確認、しかしセキュリティ施設らしきものは見当たりません。外からは割と侵入できる。もともと古い水力発電所だったんだ。廃棄された後に財団がサイトとして使用することになったのだ。コードはサイト74、うん、これなんだ、なんでもない。ずっとセーフクラスのオブジェクトを収容してきたが、最近になって SCP-701 を引き継いだ。私も詳しいことはわからない。ブラックボックスを持って帰ってこなければ真相は究明できん。了解、ミッション完了しブラックボックスを持ち帰ります、うん、セーフクラスは割とあのまあ比較的安全な SCP 異常物体ですね。アノマリーか。でも最近になって701というちょっと怪しげなやつを引き取ったということでしょうか。これは、あ、開けれそうな箱があるよ。開く。えい。おっと、なんだ、いろいろあるぞ。拾う。はい。カント係数機、周囲のヒューム値を測定し、現実が湾曲されている場合をリアルタイムに計算できる装置。あ、現実が湾曲されているところを測定できる。現実かそうじゃないかを測定できる装置。あれ、これは取れないのか。あ、あれ、取れない。あ、取れる。微妙に合ってなかった。スクラントン現実病、現実病。スクラントン現実病は、周囲の環境ヒューム値を安定させる機器。現実湾曲に対する最高の武器の一つであり、一定の範囲内における精神汚染を軽減するのに有効。うわ、精神汚染軽減しなきゃいけない。これも精神がやばくなるタイプの場所が今。はい、これは、ガンマ受容体遮断薬。60ミリの、注射器。現実湾曲により強く影響を受けているときに、この断酒薬を注射することで、神経伝達物質の異常を遮断し、現実への認識を一時的に回復させることができると。なるほど。あ、写真もある。これがターゲットか。ブラックボックス。四角い、黒い四角が描かれている。今回のミッションのターゲット。その名の通りブラックボックス。はい。なるほど。で、タブキーでコレクションを開く。はい。で、これでアイテムが、AD でアイテム切り替え。よいしょ。あ、これは回せんのか。よいしょ。裏には何もない。あ、で、ちょっと待って。分類、SW が、あ、これはよくって。左クリックが確認。あれちょっと待って。これが確認できて。あ、別にこれは今、さっき手に入れたのはまだ見れないのか。他のやつらは、まだわからん。はい、しゃがむ。よいしょ。
それ。じゃあとりあえず中に侵入してブラックボックスを回収すればいい。が明らかになんかね、現実とそうじゃない空間が現れそうなアイテムを持たされた。ちゃんと現実を保っていかなければいけないような空間に今から行くことになる。大丈夫か？ロード中。ポニーステーションに侵入。ブラックボックスは705号機実験室に置かれている。エレベーターで7階に。あ、なんかいきなりどんどん下がってる。スズメ、君は？何？ノイズがひどい。うん、めちゃくちゃ下がってる。ああ、通信もできない。共有範囲を超えてる。少なくとも現実描写しなくては。あ、さっきのね。あ、なんかあれ動かない。あれ、なんでこれ A と D をしてるんですけどね。横に切り替えられない。ちょ、やばい、死ぬ。あれこれじゃないよな。これ違います。ちょっと待って。あれ、全然切り替えられないので、多分これは直接なんかやるのか。直接、あ、F キーで懐中電灯をつける。FF。はい。で、どうするって、ここになんかするの ?52% からは大丈夫。下がってないけど、なんか囁き声がすごい聞こえる。現実病ってやつを、どこに使えばいいって。あれ、でも、よいしょ、これ取っちゃう、まずい。あ、これで起きるのか。やっぱり直規定の地点に行かないと使えないのか。ああ、ふ、だいぶ落ち着いてきた。うん。これは今すぐエレベーターを探します。特定の場所に行かないと使えないアイテムか。さっきのこの画面では特に使えるわけではない。でもこれもやっぱりね、範囲がありそうなので、あんまりその範囲から出ないようにしたい。なんかいろいろ落ちてんな。エレベーター探すっつった？こっち行きたいけど、ちょっと待って、いろいろあるので、調べていきたい気もする。これで遠くが見れる。見れるか ?100 円入れなきゃいけないやつか。こっちは何もない。あ、なんだ音がしたぞ、今。これエレベーター？あ、違う、これの音か。蒸気が出てる音。こっちは何もなかった。扉は？まあ、今エレベーター探さなきゃいけないらしいので、おとなしくエレベーターを探そう。ん？これは？調べる。あ、なんか拾える。コイン、1枚の効果。オハイオ州が発行する25セント効果。これだけか。でもコレクション3分の2になってるので、集めるといいことがある。コレクション開いて、アイテム切り替え。あ、これで、これはアイテム扱いなのね、コインは。コインは、あ、さっきのあれかな。ちょっと、コインで、遠く見れたりする？これは？リソースリクエストフォーム。サイト74、シーン、宮廷森修道院。え？何？こんなにいっぱい場所があるってこと？そういうわけではない。大丈夫。まあいいや、書類で、あ、なるほど。書類が7個ある。コレクションは3個あるとか、そういうことか。なるほどね。書類とかも集めていくと、謎が分かりそう。ちょっと今なんかなかった？何もない。あ、これもあるわ。再生する。はい。今後のスケジュールも含めて、計画は全て台無しだ。うん。彼らはどこかで訳の分かんない台本を手に入れて、私の実験室を占用するというのか。誰の録音かな、これは。特にクーパー博士ってやつ、あいつと仕事をするたびに嫌な思いにさせられる。あ、何様のつもりだ。めっちゃキレてる。クーパー博士に一体誰がこのボスなのか教えてやらないと。まあこういうね、結局人間同士のいさかいで謎の存在をね、解き放ってしまったりしたんだろうか。下には何もなし。そう、こういうね、もう鉢植えの下に、あ、なんだ、雷。鉢を倒したら雷が。一体そこにはどんな相関関係が。ちょっとあの、コインさ、あ、なんで、ちょっと、やばい、心霊現象が起き始めた。ついに心霊現象が。ちょっとコインをさ、ここに入れられるかどうかだけ試して。まあまあ、ないですね。これ無料で見れるやつかな、それとも。まあ、なんでもなかった。でも戻ったら絵が落ちたので、これは何か、ないか、ないね。さて、最初はね、ビデオ見てるだけだったが、いや、これも一応記録を見てるだけなんだけど、あれ、でもこっち行けないな。こっち行けないということは戻るしかない。てか、エレベーターをどうとか言ってたしね。ここは何もないし。じゃあこっちじゃないとすると、どっち？こちら、1F。こっちではないのか？あれ、元来た道は？でもこれエレベーターじゃなかったっけ？あ、いや、開いてる。こっちが開いてた。こんなとこ開いてたっけ？こんにちは。誰か開けましたか？えい。
うーああ、また鉢植えがいっぱいある。えい、あ、またある。赤木。101の鍵か。一本のスペアキー。はい。これはスペアキー。これは開く。ゾンビとか出てこないやな。えい。ああ、出たよー。ゾンビじゃないやつが。ベラ。なんだ?ケーブルが繋がってる人形。何?エヴァンゲリオンか。これはでも、ただの木の人形。ここも?ああ、ここは大丈夫。ここは、あれか。当直規則。まあ、これは規則ですね。相対欠勤してたのはね、ああ、でも、ちょっとブラック臭がありますね。相対欠勤はダメ。特殊な事柄により出勤できない場合は、各エリアの責任者と調整する。機密文書等に触れる場合は、規則や管理規定に従う。当直員は、巡回記録を正しく記入し、対処できない事態に遭遇した場合は、速やかに通報。スペアキーは、ビジターセンターの鉢植えの下にあります。使用した後は必ず元の位置に戻してください。あ、わかんなくても、これ読めば、スペアキーの場所わかると。君は一体?てか、この人形は一体何なんだ?あ、いっぱい調べられるかな、この部屋は。あとはこれ。えい。テイラー・クーパーの西。あ、さっきクーパー博士がどうとか、文句を言われてた人。今日、ジョージ・トンプソン博士の SCP-701 研究日誌を読んだ。なんてことだ。博士はずっとチンパンジーを使って対象実験をしていたのか。一体何の実験をしているんだ。もしかして自分が何を扱っているのか分かっていないのか。全くめちゃくちゃだ。財団が博士をポニーステーションから移動させ、代わりに僕が後を継いでこの仕事を続けることになった理由がようやく分かったぞ。彼の実験は完全に間違った方向に進んでいたのだ。 SCP-701 は大きな可能性を秘めている。新研究方法を試してみよう。効率的でより早く直接的な方法を。早速明日から始めよう。テイラーさんは何か新しい、テイラー・クーパー、聞いたことある名前だ。冒険戦士に満ちたあいつ。ベラはテイラーのことを知っている。で、なんかテイラーさんは新しい実験を始めようとしていた。はい、開いた。鍵開けて奥が、いけるよ。箱は何もないか。あ、下に続いている。地下施設。しかし蒸気がずっと出たまま。何のシステムか、英語は読めません。あ、でもここはもう行けないのか?いや、行けそうではあるけど、これか。操作、えい。WF、あー、W テストで移動ね。はい、これで上。が、OK。よし。で、戻る。OK。繋がればよろしい。またこういうののパズルもあるんか?どうなんだ?でもこれはあれですね。今のところ、あ、どなに?なんだ?何の音?なんか、こいつか?いや、違う。なんだ?鎖の音が。そう、今のところ主人公のカール君は、こういう記録をね、見ているだけなので、実際に、何かこういう物事に関わっているわけではない。でもまあ、聞くところによると、やっぱこういうね、ものをどんどん見ていく上で、精神を病んでいく。そういう感じらしいですか。あーっと、おネズミ様。あー、ネズミだ。王国に行くのか、君たちも。やはりネズミは、ホラーでは鉄板。みんな王国に向かって走っていく。今んとこ何もないか。で、ぶっといパイプやな。こっちには行けんそう。でもネズミが下通ってったので、ここ通れたりする?この横。ダメか。なんか私もしゃがんでいかなきゃいけない?しゃがんで通れる感じじゃないし。ここは通れない。あれ?でもネズミ向こう行ったな。しゃがんでも?しゃがんでもこんなもんだもんね。しゃがんでもこんなもんなので、戻って何か探す感じ?これか?ネズミ出てきたところに行くとか、そんな恐ろしいことする?必要ある?ないね。こういうとこは、しゃがめば、行けるけど。ネズミさん、ネズミさん、道を示してくれ。これ乗り越えられないのか?あ、ここ空いてるじゃん。よく見たら。あーっと待って、なんかいるよ。またあれか、人形かさっきの。乗り越える。えい。こんにちは。あ、なんで?消えた。なんだぞ?あいつら消えんのか?まずい。あいつら消えたり現れたりしてる奴ら。もはやどっから出てくるか、わからない感じになってる。あ、ここも乗り越えられる。えい、行っちゃえ。これなんか動かせるか?あ、なんかあるよ。拾う。えい。購入リスト。フレディ百貨店。購入者、J. エイブラハム水力発電所。うん。マルチメーター、修理キット、なんてかなんとか。これだけか。これはただの書類。なるほど。ここはそれがあるだけかい?これだけっぽいな。とすると、正解はあっち。進むべき道はあっち。ここにいた木の人形は一体どこへ?これは
食わせないね。あ、あそこにまた今度は二人組、なんか背を預け合っている。こんにちは。あのちょっと道を教えていただきたいんですけど、ダメですか？ダメですね、この人たち。あまりそういう教えてくれる気はないようだ。あ、ここ通って、ああ、そうか。あれがあった。懐中電灯がね。まあ、今つけなくてもいいっちゃいいけど。つけてた方が明るいかな。このエレベーター、あ、これで7階にね。はい、ちょっとその前にこっちがありますよ。ちょっと待って、わからん。逆に、ああ、でもつけないとわからんか。ああ、操作がおぼつかない。これは？まだ触れないのか。あ、書類が。よいしょ。セリフがいっぱいに書かれた紙。この鶴最初王のもとたる我らが地にて、我らはあがなう。我は我の地で、我の王に仕える。極楽の窒息、罪のための生贄。これはなんだ、ポエムか？ポエムだとしたらじゃ、ああ、感痛いポエムが。あ、なんだ、ポエム、やばい、何かの呪文だったか？何かの呪文が、何か使わなきゃいけない。ちょっと、精神障害。あ、アイテムを使うんだ。なんか見えてる。アイテムなんかあの、あ、そうそれだ。うん、いい注射いい。あれ連打、これ連打だ、連打。連打です。連打さらせられてる。よし、微妙にゲージがあった。あ、大丈夫。そっか、謎の呪文を読むと精神障害が起こる。マジで呪文を読むだけで精神に障害が。あれ、なんか進んだ。あ、エレベーターに乗る前に戻ってきた。一旦現実時間に。以前精神汚染に関する訓練を受けたことがありますか？今回のは訓練で受けたことのないものでした。うん、文字読んだだけで来たね。呼吸ができず、強い力で喉を締められたような、うん、まるで宙に浮かんだような感覚になり、力いっぱいもげきましたが、なすすべがありませんでした。外側から何かやられてるような感じだったのか。聞いただけで鳥肌が立つ。まるで悪夢みたいだな。謎の人形もいたしね。いえ、悪夢はいつか覚めますが、これは覚めません。永遠に続く現実。それがあの場所。SCP-701 のいる。あ、戻ってきた。あ、なんだ、もう乗ったのか。じゃあ、あの時点では、うん、乗らずに、あ、なんてこと。なんか下がってるけど、しかも。7階には行ったのか。よく、あ、あ、またか。また。しゃがんで出て、数値はもっとひどい。あ、アンカー置かないと死ぬ。うん、施設しなければ。今 35% まで下がってたもんね。ああ、人形たちがこちらを覗いていらっしゃる。こんにちは。しゃがんで立って。あなたたちは今、もしかして私に近づこうとしていました？そういう感じですか。まあもうね、あれを設置したからにはしばらく安心。階段で登るしかない。あ、そういうことか。うん、開かない。ああ、鍵がいる。開かない。鍵やりますね。あの人形たちに、鍵のありかを聞かねばならん。これは開く？あ、なんかビカビカしてる。ビカビカしてるけど、大丈夫？さっき、ああ、やっぱりいなくなってる、あの人たち。やっぱり動くよ、もう。あ、なんか始まった。あ、なんだあいつ。なになになに、あ、なんか逃げなきゃいけない。始まった。あ、待った。あ、どういった？何もない。ただ、通りつけていった。一般通過音量。そういうことですか。こう開けれる。えい。トイレか。なんかありそうだけどね、トイレ。意外と、こういう、あーん。ホラーのトイレは、ある、いろいろある。割れたりね。うん。なぜトイレが好きなのか知らないが。あー、すいませんね。ちょっとトイレしてる最中。申し訳ない。ちょっと、いいですか、それ。あー、取っちゃった。セリフ残ったページ。イザベラ。もし王権の下で疲れたの嘘を本にするならば、記録者は不眠不休で働き、疲れ果ててしまうに違いないでしょう。ミス、ああ、なんかセリフね。ベアトリックス、女王様、アントニオ様がいらっしゃいました。え、世に知られていない私の息子がなぜ、修道院へ私に会いに。早く一番美しい服を持ってきて、それから毒入りの酒を用意しなさい。はい。下がる。なんとからしいことでしょう。嘘を記した本に再び私の名が記録される。そして、陰謀の犠牲者は私の血縁者などですから。リハーサル用台本。なんかのリハーサルをしている。あなたたちは、リハーサルをしていた？なんか落ちてるぞ。大丈夫か？やばい、電気が消えてる。急ごう。もうトイレにあまり長くいない方がいい。開けちゃったー。何もない。ないのか？入っていい、これ。入ったら閉じ込められる。入れない。これ以上入れない。ここはこんだけか。行こう。早く向こうに。でもこっちからはなんか一般通過音量が、ん？どんどん行ってる。上か？
ここ入れないもんね、今。上に行くしかない。登る。えい。登ってる最中に、上から来るか、それとも下から引っ張られるか。あーっと、入っちゃったね、ダクトにね。みんな大好きダクト。ネズミも音量も大好き。未知の精神汚染はもはや、もしや SCP-701 と関係、うん、その可能性はありますね。この状況は予想以上にひどかったよね。SCP-701 は一体、どういう現象を引き起こすやつなのか。精神汚染はあるとして、こっち行けばいい。こっち一体出てみるか。で、気になるけどな。ここ立てる。あ、立てるわ。これ降りれる。あ、降りれるね。ふう。降りれちゃった。降りれちゃったが、これで、ちょっと調べ物を。はい。これはパソコン見れる。アイリーン・マーベル様、先日、テイラー・クーパー博士の元です。リサ・アマンダ氏が、クーパー博士の実験命令を拒んだことを理由に、降格処分を受けました。彼女は16日に、アルファクラス、記憶処理剤を抽出された後、再投されました。ああ、記憶消されたんだな。クーパー博士の意向により、この度、サイト上層部では、あなたを本実験の上級助手に昇格し、プロジェクトに協力いただくことに決定しました。面談と経理の自由は何だか何だか、うん、準備してねと。送信者は不明、暗号化済み。なんかまたね、助手が拒むくらいの謎の実験。おお、びっくりした。おお、もうやめてくださいよ、この人形たち。これは台本か。うん。なんか、ゴンサーロは真実を隠蔽するために、女王の告白を目撃した3人の逮捕を命じ、修道院に幽閉した。ゴンサーロはその後、アラガッタの大使と密会した。女王が捕らえてことを知ったアントニオは、復讐を企てて始める。まあ、しかし、ここだけ読んでもという感じですね。ああねえ、取られてやだったね。ごめんね。おー、びっくりしたな、もう。また出るこれ。また出てくる？あ、出ない。今度は大丈夫。君はまだいるね。あ、なんかここにもいた。どんどん増えてきた。拾う？何を？ああ、貼ってあったのか。台本ね。この幕の説明。ゴンサールは目撃者を殺し、宮殿のコックにその死体の肉でシチューを作るようなイメージだ。うん。そして、目撃者の娘であるアリンダは修道院に入られた。アントニオとその召使いは女王を問い詰めるために修道院に入る。女王はアントニオを毒殺しようとするが、アントニオに見破られ、自分が毒を飲む羽目になってしまう。アントニオと召使いは修道院から脱出する際、監禁されているアリンダに出会う。うん。あーんと、でかい影が。後ろは？ああ、いた。近づいてきたよ。ちょっとこれ何？ホイールハンドル。ああ、ここになんかね、はめるやつがね、必要なんだね。あ、この下とかは？あ、この観葉植物は広げられない。あ、ちょっと、君、いい、取ってよ、横。君もまだいる。君と君は、背後に回ったりするのが得意かな？暗いね、この辺暗いね。暗いんですけど、これは金庫か？金庫の横になんか拾える。あ、ハンドルね。はい。資料の、うん、棚でね、さっきね、見かけましたね。で、こっちに、あ、再生するってある。なんだ？えい。おう！いいね、画像切り替え。なんかの資料。台本か？で、フロッピーディスクがたっぷり。これだけではなんかわからん。これはビデオテープ。ナイフ。あ、戻ったか？ノートと、うん、フロッピー、ビデオ、ナイフ。一体なんだ？何を見せられていた？なんかのヒントな気もするが、あ、これか？これは？この数日はちょっと異常だな。ステーションに人がいっぱい来てる。しかもそのほとんどが報告なしだ。秘密組織の場所なのにね。クーパーたちはその台本を劇にして、そして参加者に毎日その様子を記録するように言ってるらしい。俺の実験は人手が足りなくてとっくに止まったよ。もう我慢できねえ。あいつがここでやってる無茶なことを部長にメールで報告する。誰だ？ああ、これがさっきメールでなんか降格処分になった助手とかか。なんかやはり謎の実験をしていた。ん？ここに今なんか出なかった？出なかったか。てか消えてるよもう。どっか行ったよ人形たち。でも今んとこ同時に2体くらいまでしか出てきてないよな。あ、はめたぞ。回転、マウスを回転。こうですか？ちょっと、どんくらい回転すればいい？今回転させてるんですけど。あ、こうか、逆か。右回転だった。半時計回りに回さなきゃいけない。なるほど。マウスで回転で移動はなかなか珍しいですね。
これで、あ、いや違う、ここだ多分。あ、そう、どうかな、これはず、はま、こっちやっても意味ないの、ね、そこのあれだが、ダクトに合わせればいいのか。このダクトに合わせて、ここら辺で、もう一回登、どっかで登れればいいかな。このダクトに合わせておけば、こちら側に、だって合ってるこれ。もうちょっと右。もうちょっとこっちね。こんくらい、こんくらいで。よし。いや、なんか戻るとこなかったっけ？あ、いや、違うな。これも回せる。いや、でもこれ動かさなくていいのか。これ邪魔だね。でも、どっちにしろ合わせるんだったらこれが邪魔だけど、動かせない。あ、これ登れるわ。これを登って、よいしょ。ここに合わせておけば、入れるというわけだな。新たな場所へ、ゴー。さあ、行くぞ。ネズミと、そして人形に気をつけろ。ネズミと人形、そして、あの人形自体が、SCP-701 か。あ、なんかある。えい。テイラー・クーパーの日誌。もともとサイトの人たちは、ほとんどがこのプロジェクトに関わることを避けていた。しかし、SCP-701 の資料を数人の志願者に配布してみたところ、その資料が広く人々の間で読まれ、名乗りを上げる人の数が急に増えた。どういうことなのかはまだわからない。しかしそれは明らかに良い兆しだ。今僕はステーションの全員を動員している。そう、全員だ。僕は正しかったんだ。僕はこのチャンスを掴んだのだ。SCP-701 の資料を配布したら、それがどんどん広がっちゃって、たくさんのボランティアが必要だったのだろう。SCP-701 は一体何なのだ？どんどん人の間に資料が広まって集まってきた。そしてその人たちはみんな、どうにかなってしまったっていうことか。壊滅してんだもんね、ここすでに。そして出てきている、あの人形、劇の台本。全員劇の操り人形にされてしまうということか。あーっと、チューチュー、ネズミ。導いてくれ。あ、遅いやつがいっぱい。あ、何？後ろか？振り向きちゃう？ない。後ろではなかった。横だったかもしれない。よし、でも出たぞ。はい。運がいい。ここから7階に。あ、そうか。上に行くんだもんね。下行ってもいい。下はでもなんか行っても何もなさそう。ちょっと一応ね。ああ、でも、5階。いや、なんかありそうでは？あったわ。ありました。稽古のお知らせ。釣られた王の悲劇。すべてを犠牲にする。リハーサル通知。2日目のグループの、これはリハーサルの、あれですね。お知らせ。スケジュールが書かれている。これ下に行ったらなんかありそうだな。まだありそう。7階行く前に。あれ？あ、ループしてる。こういうのどっかで見た。最近なんかで見ました。降りても6階。上がるしかない。上がるしかないので、あれ？上がったら5階。これは上は？ 6 階からさらに下に。あれ？上がると下がっている。上がると回数が下がっている。ん？どういうこと？上がるんじゃないんだし、下がるのが正解なんだ、これ。また4階。どういうことだ？まるでこれに閉じ込められた。上がっても下がっても同じ階を行くというのは、最近、チェーンソーあたりで見た。よいしょ。これらの仕掛けをどうにかすれば、マウスを回転？また回転か。時間？なんかヒントあったっけ？あ、いや、今のあれか。ちょっと待って、ストップ。なんか、スケジュールがどうのこうのあったから、それで何かないか？休憩、シーン、サイズ。これではないか？待って、これは、特になくって、リハーサル、これか。7時46分、11時11分、最終グループ、9時。あ、9時が7階に行けそうなので、9時に合わせていいのかな？そんな気がするぞ。でも、ちょっと11時11分とか合わせてみるか。でもまあ、これは6階だから、別に回数は変わんないのか。じゃあ、9時に合わせるしかないな。これを9時に合わせれば、よいしょ。まあ、すぐ合いそうだけど。よい、よい、もうちょい。あ、チン、チン行った。チン行ったので、いけるんじゃないか？これ今4でしょ？で、上に上がると、6。あ、まあ、1個飛んだけど。あ、なんか、囁き声が聞こえる。これは、精神がやばくなる囁き声では。あ、金の時計。ん？金の時計？これ上は？あ、5回。ここでまた、やんなきゃいけないのか。これ11時だから、これ11時11分にすればいいのでは？ちょっと待って。6階に行きたいから、いや、いいんだよな。これ、こう、こう、こう、これ。6階のを11時11分にして、最後に7時、どうなんだろう。まあ、やってみるしかない。
ちょっと11時11分にチーンって言えばいいんだから、言えばいいんだから。よいしょよいしょ。あっと、ここ11時、あーこれ10、9分だけど、チーンって言ったからいいのかチーンって言えばいい。でもそれはどうなんだ。よいしょ。あ、赤くなった操作。とりあえずチーンって言えば、あれでもダメだなこれだから待てよ、ちょっと整理しよう。5階、今5階からこのままだと4階になってしまうので、5階はよいしょ、5階は7時46分にしよう。それで行ってみよう。てか近い感じになってるからきっとそうなんだよな。これはここ、あれ違うの、あ違う、46分だからもうちょっとだ、ごめんなさい。チーン、いやでもチーンここなんだよな。なんだ、チーンでいいのか、チーンでいいのか、46分にした方がいいのか。チーンは、チーンは罠の可能性もある。いやでも4階だな。じゃあ46、じゃあチーン、チーンに合わせておこうはい、チーン。さあどうだ、ここでこれは上がって上がって、これ9時、いやダメやん。いやこっからそもそも46がおかしいからこっからちゃんと変えなきゃいけないんだな。4回で、順番に行こう、順番にやりましょう。あ、これ単身動かないんだ単身動かないので、いやこれはもう9時に合わせるしかないな。ちょ微妙に合わないはい、これでこれ合わせるしかない。そう、単身が動かないってことが分かった以上はもう合わせるしかないな。他のあれは時間に、ちゃんとした時間にやるしかない。これはこれは11時11分です。これがおかしいんだよそもそもち、あ、合っちゃった。あ、7階になった瞬間的に7階になった。あ、オッケーオッケー、7階現れてくれた。じゃあこれで開く。おう、開いた。ここだけなんか電子扉、あーっと下がっている。消気度が、数値めちゃくちゃ低い。想像以上に良くない。深刻な事態 27%。 はい、これ置いて、これで対処できるか。あー大丈夫、現実を認識できるようになった。だが相当やばいらしい。ネズミたちは現実を見ているのか、それともなれば幻覚に、異臭、長い間掃除されてないんだろうな、なんかダメージ描写みたいな感じになってるけど、途中でぐちゃぐちゃって、なんだこれ、なんか同じルートを行きさせられてるか。進んでるけどこっちになんか進めない感じになってないか今。大丈夫、ああ大丈夫。あ、いや微妙に戻るけど、これ何、なあお人形さん、ボコボコ。これは入れない、何のかいいかわからん。あ、これで破壊するのか、えい。あまりエリアじゃねえがまだ使える。はい、なんだ、覗くの、覗いちゃうの。あっと、なんか吊るされておる。これは本当に、ああ、え、この声、この声は